黄金の門古代キエフへの入り口。黄金の門は、ウクライナの首都キエフの歴史的地区にある史跡、キエフ大公国時代のキエフの中央門である。現初年代記によれば、1037年に、ヤロスラウ建工がキエフを開発し、町の境界線に土塁を盛り、その上に城壁を作らせ、西へ向かう入り口に大門を構築した。この門の名称は、 当時の欧州にとって文化の源であったビサンツ帝国の首都コンスタンティノポリスの門にちなんで黄金の門と呼ばれた。キエフの黄金の門は土塁の間に大きな赤色のレンガと石で作られ塔のようにそびえ立った。門の入り口の広さは約7.5メートルで壁の高さは9.5メートル以上であった。キエフはキリスト教の街であることを見せるために 門上に受体国地協会が作られた。門内はモザイクと壁画によって装飾された。1240年に黄金の門はモンゴル帝国の軍勢によって破壊され、それ以後再建されることがなかった。17世紀のオランダ人の画家、アブラハム・ファン・ウェスターフェルトは、キエフを訪れるとき、その廃墟をスケッチした。18世紀に門の跡は完全に土に埋まってしまったが、 1832年の k 6ーチクイーは発掘調査を行い史跡として保存した。1982年に黄金の門は復元された。新しい建物は遺跡をカプセルのように覆い隠した。また復元と同時にこの門の歴史についての博物館が開館された。ありがとうございます。